お願いします。頑張ります。今日はこれから声出しをカラオケにしに行って、でその後は合流して打ち合わせミーティングしてきます。そして夜ご飯行きます。日本で活動してて、あんま、来るタイミングを逃しに逃し続け、で、ちょっとそういうタイミングが自分の中で今だっていうのを感じたので、事務所とか全部辞めてアメリカに来ました。で1年来て、ダメだったら諦めよう、諦めて帰ろう、でもとりあえず1年行ってみようと思って来たんですけど、もう帰りたくない。そう、でも最初の3ヶ月は本当に死んでましたもうなんだろう、やりたいことが全くできない。なんかその歌歌いたいけど、じゃあどこで歌えばいいんだっていう普通の疑問にぶち当たってまず歌う場所ないし、練習する場所もないし、機材もないし、レコーディングもできないけど、発声練習も家ではルームメイトもいるのでできないしとか、なんかもういろんな問題が同時にこう追いかぶさっても普通にへこめました何もできないと思って。困ることは、なんだろうな、でも食べ物結構困ります。私シリアスじゃないんですけど、小麦アレルギーで、からこっちパン、ピザ、タコス、トルティーヤほとんど食べないで、来て5キロぐらい痩せた、多分それは食べたいものがなくて、多分住んでるとこは、シェアハウスです。3人いて、もう1人オーナーのおばちゃんがいて、で、私ともう1人はダンサーの女の子で、女3人です。声出すのにやっぱ腹筋ない時の歌を聴いたら、すごい迫力がないことにへこんでこれはちょっとしなきゃダメだと思って行くようにしてます。頑張って、なんていうんですか、日本みたいにすごいまっすぐ走れるっていうよりかは、車がこう交差点が多いので、ちょっと買い物行きますパルプの量が選べる、つぶつぶ、つぶつぶ派好きな人は絶対好き。やっぱなんかフルーツとか野菜とかはめっちゃ美味しいですよね。その分お肉とかは日本の方が好きかな。なんか別になんか大きい買い物をしなくても、来るだけで楽しい。アメリカのスーパー、
怖いです、ビビってます。もう今暑いもん、もうすでに。最近はちょっと今自分でプロジェクトを作ってて、もっと YouTube だったりとか Instagram だったりソーシャルネットワークを使ってロスにいても日本の人とか、まあロスにいる人もそうだし、いろんなもっとたくさんの人に見てもらえるコンテンツを作っていこうかなっていうふうに思ってます。本当はでもなんだろう、ジャズバーとかジャズセッションとかしたいんですよね。サックスとピアノともうドラムと、もうその場の雰囲気でもうフェイクだけでイエーイみたいな、もうなんかそういうのやりたい。そういうのでちょっと鍛えていきたいです、自分を。もっとなんかアメリカ人で、例えば黒人の人がこんな歌歌うだろうなって想像大体つくじゃないですか。あ、絶対うまいなみたいな。男の黒人の人絶対ボーイズトゥーメンだなみたいな。だけど私みたいなアジア人の日本人の若い女の子がどんな歌歌うかって多分想像つかないと思うんですよ。それでやっぱそのあんまり期待されないとこからやっぱかっこいい歌を歌った時に、みんながこう本当に実力を認めてくれたりした時がすごい手応えを感じるし、自分もあ、もっと頑張ろうって思うので、そういうなんか、なんだろう、自分をもっともっと深めたい。いろんなちょっとみんな上手いっていうのはもう分かっててここに来てるから、その状況で自分がどうやって勝ち抜いていくかというか、どんだけ人に見てもらえるか聞いてもらえるかっていう環境を作っていくのを頑張りたいな。ちょっと真面目すぎるかな